一時いやー向こうも大したもんです。この間まで逃げ回ってたとは思えない見事な布陣だ。天下に残る反宗義の勢力が全て劉備のもとに集ったと。ならばこその陣容だろう。いやしかし最後に残ってるのが袁紹でも孫権でもなくあの劉備とはね。何かつうと逃げてばっかのやつが。まあ初めはこちらも董卓から逃げるようなありさまだったがな。なあ毛徳。懐かしいな。だがここに至って天下の力はこのわしと劉備とに集まった。ならば今英雄と呼ぶに至るのは奴とわしのその雌雄を決するのだ。お前たちにも死力を尽くしてもらうぞ。無論だ。父上、国元です。うん。